はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。11時をちょいと回りました。9月は1日ですね、の日曜日でございまして、はい、ですね、いよいよ9月でございます。この日は今29度、冷房なしでございますね。ちょっとカメラがずれたかな、こんな感じかな、動くんですよ、時々よいしょ、なぜ全部一人でやってますからね。はい、非常に簡易な設備でやってまして、はい、行きましょう。これはですね、28日に中央日報ですね、お隣さんのですね、有力メディアに載っている記事でございまして、記事じゃなくコラムですね。福島会談と嘘の情報への対処法を勧告ということですね。ちょっと読みますね。プサン、チャガルチ市場でんかな、水産品の市場らしいですね。多くの客でにぎわっている。水産物を買いに来る人や市場内の食堂で刺身を楽しむ客で混み合っている。乾物を主に扱う近隣の新東和市場も売り上げが増えているという。西海岸で有名な中西南道ソチョング水産物特化市場も同じだ。週末にはソウルやテジョンから観光客が訪れる。全国の他の水産市場も似た様相だ。こうした雰囲気は福島原発の汚染処理水放出が始まった1年前とは対照的だ。昨年8月24日に日本が放出を始めると全国の水産市場は焦土化した。焦土ですって。市場関係者はもう商売は終わったと嘆いた。あの時日本、ちょうど1年前ですね、日本でもニュースになりましたけど、日本でですね、寿司屋が閑散とするとか、スーパーで魚が売れなくなったとかって一切なかったですよね。一切なかった。なぜかというと、きちんと候補が行き渡っているしですね、IAEA もお墨付きを出してですね、アメリカはかまへんやんって言うてるしと、騒いでいたのは中国と韓国の野党だったんですね、だけですね。まあ一部北朝鮮やロシアもですね、まあお付き合いで一応反対とか言ってました。まあその程度です。北朝鮮やロシアが反対とも他の国にほぼ影響ないですからね。で、続けます。当時状況がこのようになったのは、一部の市民団体や民主党など政治勢力の分別のない恐怖マーケティングのためだった。毒を撒いた井戸、放射能テロ、セシウム黒ソイなど過激な表現を総動員した扇動だった。多くの専門家は韓国管轄の海域にはトリチウムが 全般的に 4,5 年後に1平方メートルあたり 0.001 ベクレル程度が流入するとし、従来のトリチウム濃度の10万分の1の水準であり、分析機器で検出されないレベルと説明した。IAEA も日本の汚染処理水放出計画は国際基準を満たすと評価した。政府と地方自治体も水産物消費キャンペーンを行うなど、国民を安心させることに力を注いだ。しかし多くの国民は専門家よりも野党の主張に耳を傾けた。一部の人たちは国際機関の IAEA を信用できないと言った。これはね、どう言ったかというと、日本人がですね、IAEA の役人に賄賂を渡して、そういう、あれを出してもらってるんだろうというふうに言ってたわけですね。というのは、彼らってね、こういう場合必ず裏から手回すんですよ。で、金握らして自分たちに都合のいい結論に導こうとするんですね。これ、彼らのやり方なんですよ。別にこれはね、日本はあんまりやりませんけども、他の国、特に中国、韓国は得意系ですよ。ものすごく得意です。だから日本もやってるだろうというふうに思ってるんですけど、日本人、全くやらないとは言いませんけどもですね、あんまり得意ではないですよ、そういうことがね。しかし放射能検査でこれといった結果が現れるって、まだ1年しか経ってんやんな。階段は少しずつ消えていった。政府が過去1年間に国内の海域で水産物など飼料およそ4万件を採取して検査した結果、うにゃうにゃうにゃと、まあ以下続くんですけどね。これで思うのはね、お隣さんたちってね、
一時的にしろね、みんなね、一斉にね、お魚食べなくなったんですよ。貝も食べなくなったんですよ。あれ、それを信じて。つまりね、簡単に言えば、お隣さんたちってね、騙されやすい。で、野党が言うてるからですね、野党が一生懸命言うてるから、まあ、まさか嘘を言うてるとは思わないんでしょうかね、ようわかりませんけどもですね、あの時ね、野党のイ・ジェミョンさんなんかね、このそれで、ですね、与党なんたらキャンペーンでね、ハンストごとき、ハンストらしきことをやっていたんですよ。昼間だけ座ってるんですけど、夜いなくなるんです。寿司食うてたんちゃうかって話がありますけど。まあ、それは置いといてですね。結局、空振りで終わったんですけど、あのね、まあ、でもね、一時はわーっとみんな騙されたわけですよ。あの、牛肉騒動の時もそうですよね。一瞬、わーっとみんな燃え上がってるけど、後から考えたら全部嘘やったというのがバレてですね、あの人たち、しらけないんでしょうかね。いや、その辺がよくわからない。なんか日本人やったら、騙されたとか言って、誰が悪いねとか追及するでしょう。でもう二度とこんなアホなことで騙されへんわと思うでしょう。でも何回でも騙されてるのは伝えたんですまあ簡単にはだから野党の嘘キャンペーンに騙されてお魚食べんとことかって言ってたんが、今はええって構えんねえ食べんねえって言ってるわけでしょ。アホちゃうかと思うんですけどね。あ、単純に考えるとそうなりますよね。騙されやすいやんあんたらみたいなまあそれでね、あとね、その後今年の4月やったかなに、韓国はですね、国会議員の選挙があったんですよ。4年に1回あるんですけど、それで野党は最初ですね、あのこれは韓日戦やとかって、要は与党は親日やとレッテル貼ってですね、これは韓日戦やというふうにして盛り上げようとしたんですけど、これはあんがり盛り上がらなかったんで、途中で野党は方針変更したんですね。あのどうもね、あのなんて言いますかね、あんまり反日ではですね、反日でのノリがですね、だんだん悪くなってきているような気がしますね。特に Z 世代、若い方々は反日のノリがいまいちですね。頑張らなあかんやんたら、ほんまに反日って日本がってやってこそ大人さんやのにですね、そこのノリが悪くなるとですね、私は困るんですけどまあいいけど、多分ね、そのまたコロナ終わってあの旅行が始まったでしょ。で今お隣さんって日本に年間900万人ベースで来てるんですよ。で多分これ来年あたりは年間1000万ぐらいの韓国の方が日本にやってくる状態になるんちゃうんかなと思うんですね。やっぱり安いでしょ。で、あの下手に最終島とか行くとですね、チェジュ島ですね、ボラれるんですってほんで、あのこんな水産市場でもね、自分でね、作ってはいこれやってとかって言うたら違う魚ができたりするんですあのそういう、なんて言いますかね、低信用社会のと正しくないところがいっぱい国内旅行にあるんですね、向こうの。そういうふうに記事書いてあるんですよ。でも日本に来てそういうことでですね、楽しくないような目に遭う可能性はないとは言いませんけど、非常に韓国よりか少ない気がしますね。そうするとやっぱり日本行ってた方が安いしですね、そういう不愉快なことが少ないやんということで、やっぱり自然人気になりますわね。で、日本人はね、お隣さんに行くとですね、あのよく罵られたりするんですよ私も昔罵られたことあります、日本人というだけの理由で。でもお隣さんの人たちが日本に来ても、日本人がお前はお隣さんやというだけで罵ったりしませんし、冷たい目には合わしませんでしょう。あの差別的なあの不愉快な目に遭うケースがないとは言いませんけども、日本人が向こうに行って会うよりもはるかにその5万分の1ぐらいに少ないんちゃうかなと私は勝手に思いますけどね。なんでやっぱり日本ブームみたいになってるわけですよ。ほんでお隣さんってね、人口5000万なんですよ。5000万人しかいない中でですね、年間900万人も1000万人も日本に来てるわけですよね。だから今お隣さんでですね、まともなですね、給料をもらったまともな収入のある人はほとんど1回ぐらい日本に来たことあるんちゃうかなという気がします。でお隣さんって学校で徹底的に反日教育をやってるんですね。でもそれを日本に来るとですね、なんかちゃうやんというふうになって、お帰りになってるんではないかなと。それもあってだんだんですね、反日のノリが悪くなってきてるんじゃないかなと。あかんやん、そんな教科書を信じなあかんです。学校教育を信じなあかんねん。先生が嘘言うたんちゃうねん、それはね。だからね、反日やって言うたら、みんなわーっとまたやろうな、みんな、ほんまに。あれ、もう一回見たいねんけどと、ほんまに。はい、ということでございまして、お隣さんも去年の今頃は騙されてましたと、ということですね。
中央日報のこのコラムのページをですね一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。